どうも、ともやん、テニスチャンネルのともやんです。今回は、バボラの、ピュアドライブ VS、これですね。これを今日は、打って、ちょっとレビューしていきたいなと思っております。で、通常のピュアドライブとピュアドライブ VS 何が違うかと言いますと、まあ、色は当然、ちょっとガンメタ系の色と、こちら青になるんですけど、通常の方は 青になるんですけど、まず、フェイス面ですね、フェイス面。通常の方は100、こっちは98ですね。2インチちっちゃくなったという形になります。でそして、少しフレーム自体もガンメタの方薄くなりました。VS の方。薄くなったので、イメージ、ちょっとこう振り抜きがいいのかなと思っております。で、普段僕、ボックス形状のボール、ラケット使ってるんで、これラウンド形状、どういう打感するのかも、すごく楽しみにしております。はい。で、使用ガットは、ちょっとリッチに。アルパはナチュラルで貼っておりますので、はい、これもどうかと、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ピュアドライブ VS、ストロークをちょっと打ってみたんですが、これラウンド形状。僕、ストローク打つの大好きです。ラウンド形状ね。ボックス形状よりは、ラウンド形状でストローク打つの大好きで、なぜかというと結構飛びが好きで、ピュアドライブも飛びが結構好きだったんですけど、これ意外とフレームしっかりしてます。青いピュアドラよりはしっかりしてるイメージですね。なんかガットがボールを飛ばしてくれてる感覚は、ありました。でも飛ばないっていうわけではないです。結構飛んではくれます。はい。で、この目が荒いことによって一つ一つの目が大きいことによってスピンもすごくかかりますね。これストローク
回転もかかりますし、ガットが飛ばしてくれるってもあるんで、スピード、回転、これにはすごく適してるんじゃないかなと思います。ただちょっとポンって当てた時にちょっと抜いてみようかなみたいな時にビョーンって飛んでしまうことがあるので、ちょっとその辺は僕は、難しいなと思いますが、平均的にはすごくいいと思います。はい、僕はデザインも好きですし、この持った感じも結構好きなんで、そんなに悪くないかなと思うんですが、はい、スピンプレイヤーの方にはものすごく合うんじゃないかなと思いますね。うん、でもまあフラットでもまあまあフラットドライブとかでも結構いいかもしれないですね。もうゴリゴリスフラットの人はちょっと飛びすぎちゃうんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じで次もボレーやっていきたいと思います。ボレーの、ボレーでこの、ピュアドライブ VS 打った感想なんですが、僕普段プレステージプロを使わせてもらってます。それに比べたらやっぱりすごく飛びます。飛びますね。その分やっぱり当てるだけで飛んでくれるので、変な力がいらないというか、プレステージプロの場合は飛ばないんでちょっと自分の力を加えないといけないとかあるんですけど、このラケットはすごく飛ぶラケットだというのはもう前から思ってたので、当てるだけですごく深いボールがいくような感覚でしたね。結構思ってたよりはなんか面ぶれしないというか、結構しっかりとはやってくれるので、ボレーは結構しやすい方かなと思います。僕結構このラウンド形状ってボレーしにくいイメージだったんですけど、結構なんか概念が覆されたというか、これは結構ボレーしやすいかなと思います。ただ僕結構ボレーで振られた時のフォアでこうやって振るボレーをよくするんですけど、その時にラケットヘッドがちょっとついてこないのが僕はちょっとうんって感じでしたね。プレステージプロの場合は周りにグロメットが全部ついてるんで、先がガーンと出てくれるんですよ。これの場合先がそんなに重いラケットではないので、標準の320バランスになってるんで、自分からラケットの先を叩いていかないといけないので、ちょっとタイミングが僕の場合はずれるっていうのがあって、僕のちょっと攻撃的なボレーがしにくかったかなというのはありますね。だから守るボレーだとはすごくしやすいなと思ったんで、こうつなぐボレーだったりとか、なんかこうラリーとかではすごくいいかなと思います。
サーブ打たせてもらったんですけど、フラットスライススピンと打たせてもらいました。その中で正直言ってもうダントツ打ちやすいのはフラットサーブだけど、もうスピードアップします。やっぱりラケットが飛ぶ分、もうバボラのピュアドライブはもう本当にスピードが出るラケットだと思ってるので、フラットサーブはものすごくいきますね。あと、スライススピンだったらスライスサーブの方がすごく伸びのあるボールが打てますね。スピンサーブよりはスライスサーブにすごい、打ちやすいかなと思います。スピンサーブはなんかちょっと振り抜きが僕の場合ついてこないかなっていうのがあるので、あんまり伸びがなかったんですけど、スライスはものすごく曲がるかなと、回転がかかってぐーっと曲がるスライスサーブが打てるかなと思います。はい、2本のラケット、打ち比べてみました。感想としては、どっちもよく飛びますそしてどっちもよく回転がかかります。で、細かいことを言うと、こっちの方がちょっとこうなんかブレる感じがありますかね。で、VS の方はそんなにブレは、ラケットのブレ自体はそんなにないかなと思います。こっちはなんかこうブレてボールが飛んでくれる感じで、こっちはガットがボールを飛ばしてくれる感じの方がありましたね。はい。だから、フレームのこのシャフトの部分がなんかちょっと違うのかなと思いますが、やっぱりラケットが薄くなった分、こっちの方が硬く感じるのはあると思いますね。で、振り抜き自体もこっちの方が、全体的に良かったかなと、 VS の方が良かったかなと思います。面が小さくなったこと、フレームが薄くなったことによって、振り抜きがいいのかなと思います。だから、そうですね、ガンガン打ちたい方は VS じゃないかなと思います。で、ちょっとこうしなんかこうつなぎ系のテニスをする方はこの青い系の普通のピアドですね、ノーマルのピアドを使ってもらった方が合うんじゃないかなと思います。はい、ぜひどちらのラケットも使ってみてください。